どうも、ジャンバリ編集部員のジューシー伊達です。この度、シャカリキの続編エピソード2がスタートすることになりました。その経緯の方を少し冒頭でお話したいと思いまして、今撮影の方をしております。シャカリキがハム伊藤の大活躍によって、たくさんの方に本当に良かったと、続きを一緒にやってほしいという声をいただいて、最高の形で締めくくることができました。たくさんの、本当にたくさんの皆様から良かったと、ハム伊藤が最後の最後でものすごい大仕事をしてくれて、皆様に感動を届けることができて良かったと言っていただける声をたくさんいただいて、シャカリキの制作チームの方で、やっぱりこういった皆様の声には応えていきたいと、続編を別の形になってもいいからやりたいということを言われました。別の誰かとコンビを組んで続きをやってほしいということを言われました。ただやっぱり僕としては、このシャカリキという番組は僕と彼で作り上げてきた番組ですし、彼がいたからこそ、こういう最高の形で締めくくることができましたし、彼がいたからこそ、たくさんの本当にファンと呼べる方々ができたと思っております。ですので、別の人とやるというのはやっぱりちょっと違うんじゃないかということで、ちょっと厳しいというお答えをさせてもらいました。ただですね、それでもやっぱり、別の形になってでも続編をやりたいというふうに言われまして、最終的な結論としてはですね、それだったら、ジューシーだって一人でやると。そしてハム君が卒業するということは彼が決断されたことですので、僕たちの事情で、残ってほしいということは当然できませんが、もし僕一人で、シャカリキの続編をやって、誰もが認めるような結果を出すことができたら、万が一にもまた1年後2年後分かりませんが、ハム伊藤君が戻りたいなと思ってもらえるかなという可能性もゼロではないと信じて、一人でやるという決意をしました。僕一人になることで、正直かなりガラッとテイストは変わってしまうと思います。夜行バスで遠くへ行って2日連続の実践をして野宿をしてというテイストもですね、まあいろいろな要因によって今回からはなくなります。ですので1日実践になりますし、収録場所も関西圏ということになります。そういう意味では、これまで楽しんでくださってた皆様には、正直今あれと全く違うんじゃないかと、面白くなくなったよと、もしかしたら思われるかもしれません。ただやっぱり僕もシャカリキという名前の番組をやるかあるには、精一杯一生懸命やって皆様に熱い実践をお届けして楽しんでいただけるように、努力していろいろと改善しながら頑張っていきたいと思いますので、これからもどうか、応援の方をいただければなと思います。よろしくお願いします。さあということで、始まりましたシャカリキエピソード2ということでついに始まりました。そして本日の、収録ホールの方はベラジオ横堤店さん、こちらの方で、1日実践となりましたので、収録の方を1日していきたいと思います。そしてエピソード2になってまたミッションの方、こちらビンゴなんですけれども、こんな風に変わっております。こんな感じでですね、まあ、ミッションの数も増えて、中身はまあ前回あったものもあるんですけれども、また今回新たにこれでビンゴを目指していくと。そして、今回からこのビンゴのラインが達成すると、僕の単身赴任生活が豊かになるグッズがいただけるということで、ラインが成立するとそのくじを引けるみたいなんですね。でそのグッズを目指して僕はまたミッション達成をシャカリキに頑張っていくということです。という感じでですね、今日は一日実践していきますので、ちなみに動画の方も基本的には一本での配信と変わりましたので、どうかですね、皆様、楽しんでいただければと思います。
さあということで今から抽選です、まあ、関西に変わったんでエピソード2から、まあ、ここからまたゼロからのスタートになりますけど頑張ります。おはようございます。お願いします。さあということで抽選番号4番おはようございます。お願いします。おはようございます。だいぶラインナップも当然変わってくると、ゴッド、転生、バラエティか、結構一撃で出さないといけないっていうのも多いんで、ちょっと初回にあえてその実戦で連勝系っていうのはうまくいった時にあんま過激なミッション攻めれなくなるんで、ちょっとやばい機種AT 機非放電でいきたいと思います。まあ当然3枚5000枚系5000枚ミッションとか、まあ一撃5000枚3枚1万枚かな、そのあたりのちょっとかなり尖った機種打たないといけない系をまずこいつで俺目指したいと思います。さあということで、非放電打っていきます。でまあ、ミッションを見ていくとですね、まあ、かなりそもそも数が増えてるんですよね、前回のミッションより。ここ25個か。で実戦系のミッションこの中で大別していくと、まあ、一撃系のミッションとサマイ系のミッションとその他かな。でこの今回からお店が基本毎回変わっていくので、例えばこういう台を洗い台打ちたいと思っても、今回はバラエティ1台設置されてますけど、次の店ではもうない可能性もあるんで、なんでどっちかというとメイン機種よりはあるうちにこういう台打っといた方がいいかなというところですかね。まあ、とにかくこの台はもう本当 AT 機全盛期の台なんで、かなり荒いんで、あと天井がめちゃくちゃ強力なんで、台天井は最悪あんま良くない展開になってももう自力で第2天井まで持ってって、そこから一気に一撃5000枚とか全然ありえるんで、チャンス目まあ、っていうトータルの理由でとりあえず非放電でいきたいと思います。まだチャンス目で、まあこの台はまあ皆さんご存知かと思うんですけど、基本この高確率って呼ばれるメインの AT 秘宝ラッシュへのチャンスゾーンに入れてまあ AT を目指すんですけど、まあこの高確率はいろいろ入り方は、さっきみたいにチャンス目引いて通常時から入れるパターンと、疑似ボーナスビッグとレギュラー2種あるんですけど、まあそこを経由して目指すパターンと、まああるんですけど、まあチャンスで重ねていきましたね。で1個ポイントはこの台の大きなチャンス目引くと、まあ必ずこういう風に前兆行くわけですよね。で一つ変わってるのが、この前兆中は今前兆中にまたチャンスで重ねて引いたと思うんですけど、疑似ボの修正をしなくなるんですよね。でそうすることによって何が起こるかっていうと、要はボーナスの無抽選区間が結構頻繁に来るんですよね。
で第二天井はボーナス感なんで1599ゲームなんですけど、結構ボーナスの夢中戦区間があることによって到達しやすいっていうのが一個特徴ですね。ただまあ無駄引きには当然ならないです。前兆中に引いた、おリリベ3連、前兆中にレア役引けば、まあ高確率にさらに当選しやすい状態にはなってます。なんでこれは入ってくれるの困る。どうした、金色の扉が来ましたね。これで高確率、早い、108ゲームいいよ。もうこれが要なんで、この台ここでやれるかどうかです。何も引けやんか。残念、一発目の高確率は当てれずと。ただこれさっきチャンス目2回引いた後に、その後前兆中にあのリプレブベル、まあ特殊リプレイみたいなもんですけど、あれが3連してたんで伝説モードっていうのに当選してると。で伝説モード中は何も引かなくても高確率の抽選してるんで、あこいつが光ってるんで、まあ、伝説モード中はまだ高確率にまた期待できると。ダメか、ダメっぽいですね。チャンス目3回目かな。ちなみにチャンス目からの疑似モの当選はまあ大体 20% ぐらいですね。で夕方チャンス目なんでまた高確率に期待したいと。まだチャンス目、夕方チャンス目でまた夕方のままでチャンス目重ね引いたと。あもうこれ本前兆期待の多分バックタガっすね。もう多分ほぼ本前兆だと思います。これでまた高確率出た出たちょっと待ってマジかよ。これやばいやつっす、これマジやばいやつ。これ超高確率って言って入った時点でもう AD は確定です。でレア役とか引いて解除できたら超秘宝ラッシュです。なんで第二天井とほぼ同等の価値があります。これ解除できたらもう一緒の価値があります。ちょっと待っていきなりこれ大チャンスですよ。170ゲームいきますね。多分重ね引いたりしたからまあ相当薄いんですよ通常時から超高確率入るのは。でも多分いきなり引けたいと思います。いきます。うわまず緊張するないきなり。いやこれマジで勝負どころ。いきなりチャンス目怖いマジで。いやちょっと待って頼むぞ。リリベが結構大事なんですよ高額中って。リリベを連続で引いた次ゲームとかやとレア役やったらもう絶対成功するんで。引けやんなリリベ。
いや、せめてなんか弾け。頑張って。もう。第3で一応反応しましたね。もちろんハズレとかその他の役でも修正はしてます。これ多分さっきの第三城からの前兆経由しての告知ですね。あんま熱くないと思うな。頑張って。なんか引け。お、第三まで耐えてるんでまあまあ熱いかもわかんないです。 30% これは熱い。これもらったんか。ゼロゲームだからこれの告知で出とるだけか。これマーヤのアイコンが出れば。残念で、これで、まあ、解除できなかったんで普通の秘宝ラッシュ当選。惜しかったな。大チャンスやったんですけどね。193ゲームで、今これ193ゲームで投資は、350枚、7000円ですね。秘宝ラッシュかなり強烈なんですけど、とはいえ初期ゲーム数40ゲームしかないんで何も引けなければ一瞬で終わります。ただひとたびトリガーを引ければ、まあ、一撃5000枚とかも全然出るような AT です。終了と OK。 セット数継続ですね。いやーこれマジでもう初っ端からある程度軌道に乗せたいですね。お、熱い。今の2択は結構熱いですね。で確かこのベロベロは対応薬がチェリーなんですよね。確かやった気がする。なんでチェリー以外やと、まあ、チャンス。ただこれチャンスチェリーなんでチャンス目と同じ扱いなんでもう上乗せ確定ですね。10ゲームで上乗せすると同時にボーナスバトルって言われるものの前兆ですね。まあ、これ入れれるかどうかが結構まあポイントになってくるっていう。弱いな。右ゲー残念。何もできやんだな。90ゲーム。おお、3セット目。ちょっと待って、これマジなんかせなあかん。いい加減なんかせなあかん。これせっかくのチャンスっすからね。これあかん。終わる。さすがに終わる。おー、チャンス目。ナイス。残り3ゲーム。お、これ50以上とかか。違うか。もう一回。おし、おし、おし。確かこの演出自体が50以上やった気がせんでもない。もう一回。おし、おし、おし。50ゲームでかい。これはでかい。グレイト。あー弱いな。ちょっとまあ正直もうこの台6年前ぐらいの台なんで僕もかなり記憶が曖昧なんで探りながら探りながらなるんですけど、いやこれ今日やれるんちゃうかな。おし、これはまだセット数の、まあ、上乗せかな。まあ、いずれにしてもジゼット行きますよ演出ですね。いやかなりいい感じですね。4セット目ですもんね次。
超ツーベル2ゲーム連続。よしよし。お、強い。演出自体は強い。ただ共通ベルからどうなんやろな。なんかいた。チャンス面。これは後ろ回りますね。あと小口に。冗談じゃねえぞ。残念。これ多分チャンス目の煽りですね。熱いボーナスバトルの煽りですね。演出さ弱いな。カットインが入れば一気に爆発なんですけどね。はい。あ、これ行きそうやな。よし、これでもボーナスバトル初っすね。はい、まあチャンスゾーンっすね。上乗せができれば、成功、ボーナスゲットですね。なんでまあレア役が引きたいところ。一応ベルとかでも全然当たったりはします。で、この AT 中の非ボーナス中のボーナスが結構上乗せにつながるんで、すなわち、まあ、ボーナスがかなり重要になると。はい、お、最後の最後なんか引いたかな。リリベかリプレイ。おっ、なんかわからんけど当たりました。リプレイで、よっしゃ。しかも昇格しましたね。ビッグ以上。ビッグはシングルとダブルが一応ありますね。シングル、よーし。いや、マジいい感じ。このまま行こう、もう満杯まで。いや、ここまでほんま順調に来てますけど、ビビるぐらいで。まあ、ギジボはベルナビの回数管理ですね。最低30回。でボーナス中のリリベとかレア役でピラミッドチャンスっていうピラ揃いがしやすくなる状態に上げて、でピラ揃いしてゲーム数は乗せと。でこの辺がもうピラ揃いの、ピラミッドチャンスの煽りデカナビなんで多分いったと思います。これで告知。はい、で基本はこのピラミッドチャンス入らないとこのピラミッドは揃わないんで、まあ一応揃うんですけど薄いんで。で多分最低1回はフェイクナビが来ない限りは終わらんはずです。これですね。で終了と。いや楽しいな、違法でやっぱりめちゃめちゃおもろい。でこれで終わりと。だいたいベルナビは30回で終わってきます。はい、683枚。いや、いい感じ。はい、でさっきのボーナスバトルに勝てば引き続きまだ出てくる可能性があります。
で、それのロングみたいなのを引くと要はやばいっす。ボーナスバトルがもう連続でどん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 出てくるっていう状態に持っていけるとえらいことになります。おお、これは熱いっすよ。何つ目やな。なんかこれ長押しでどっかが光ったらとかあったはず。3桁上乗せかなんかっていう。チャンス目で30っすね。まだまだとか。いや、ええ感じになっとんなこれ。完全に。これで後のセブンスにチャンス目なんで10ゲーム移動、10ゲーム。まあ、正直シャカリキの後半もうずっと2人ともゴッドやっぱメインで打ってたんですけど、まあ、正直もうゴッドはもう打ちたくないんですよね。で、次セット継続。まあ、ぶっちゃけ俺そんなゴッド好きじゃないんですよね。ただまあお店もいろいろ変わればリルベ2連目っすね。お店もいろいろ変わればまあ、同じ荒い台でも、まあ、1ゲーム 2.8 ぐらいの AT 機でもゴッド以外でも選択肢がいろいろあるんで、まあ、一撃系のミッションとかを狙っていくなら、まあ、AT 機だとかゲーム数を大量に乗すんやったら、まあ、新規準機とかお店によって選択する機種を変えていこうかなと思います。これからは。さすがに終了かな。370ゲーム1210枚終了と。まあ、かなりいい感じでしたね。あ、また熱い。あ、当たりますね。伝説モードですね。伝説モード、うん、そうやな。もうこれ完全に今ビッグウェーブなんでね、これ間違いなく出ないときはやっぱとことん出ないんで当然。おお、熱い。チャンス目で追加か。でもリリベの次ゲームかな。微妙。よし、完璧。いやこれ以上ないぐらいいい展開やな。まあ、最初の超高確率をものにできやんダウンは痛いけど、それでもいい感じですね。あ、ちなみにシャカリキが1から2になって、まあ、変わった点がいろいろあるんですけど、まあ、一番大きいのはやっぱり相棒のハムがいなくなって僕は一人になっちゃったっていうのがそうなんですけど、まあ、細かい点でもいろいろと変化があるんですけど、そのうちの1個で顔のワイプで使ってた顔のカメラがなくなったと。2連目もう一回来い。顔カメラがなくなりました。なんで、まあ、ちょっと台の映像も今までよりは
見づらくなってると思うんですけど、まあ、っていうのも結構やっぱ僕の表情が不評やったんでなくしましたカメラ。駆け抜けて終了と。お、また強い演出ですね。カットインはない。あ、出た、やばいなこれ。これ今リリベ2連なんで、次恋愛がやったら確か確定やった気がするっすね。第30%。あー、きつい。あー、これ多分もう当たってますね。このなんていうんですか、最初の15ゲームあって継続するときは純粋に30ゲームの場合と、すでにその前で当たってて継続してこうやって出してくるっていうパターンがあるんで、よし、リリベ2連で射止めましたね。いい感じいい感じ。終了と。490ゲーム1454枚で、まだ伝説モードにはいるでしょうというとこですね。でも多分ここまで続いてるってことは、一番下とかライトかな、伝説モードライトとかショートじゃないかもしれない。何これ、あ、びっくりした。これでまた高確率、多分これもミドルとかロングにおるっぽいですね。まだなんかいいだ、2回目これは決めなあかん。カットインがない、頼むで。よし、当たっとるやろこれ。いったな、よし。何回目やこれ、4回目かな、初当たり、初当たりっていうか分からんけど、気泡ラッシュ。いや、いいよ気泡電って。まあこういう仕様なんで、長めの高めの伝説モード入れてこうやってつなげていくっていう仕様なんで、このトータル枚数がつながっていくんですよね。お、熱い。揃えば強チャンスね。これジャックですね。30、よーし。あ、これね、やったかな、これ今クレアランプ光ってましたよね。ボーナスバトルの本前兆やったかな、か本陣上期待度のアップか、どっちかやと思います。あんまり強くないな演出は。まずいです、ひまずいです、ひいきまずいですね。右行け、あかんか、うわ、あかんのか。多分チャンスアップですね。じゃあで1600枚までいったと表示は。ちなみにあの第2天井1599は
ボーナス感なんで、まあこれ今 ART ちょこちょこと引き続けてますけど、この間もまあ第2天井には徐々に徐々に近づいとると。で第2天井いければ1599、この今日最初に入った超高確率で、かつボーナスが確定している状態になるんで、すなわち超秘宝ラッシュ突入となりますね。よし、さすがに厳しい。30ゲームに期待あかんか。お、一回通常画面戻ってから戻ってきましたね。神の声リプレイ。当たってはないか。当たってはない。純粋な30ゲームっすね。うわー、やっちまったな。これダメですね。これはやばい、まずいよ。おお、まだおる。よし、ちなみに今ボーナス感はすでに600弱かいってますね。ただいい加減熱い。いな、おし、いな、チャンス目か。よし、もらった。これはさすがに当たっとる。はい、6回目の秘宝ラッシュ。来た。諦めないでないか。あ、まだクレアランプが。いや、ボーナス当てるならもうこの辺が限界ですよね。やっぱボーナス感1000とか超え出すと、もう当たらん方がいいって話になってくるんで。よし、でボーナスバトル。ボーナスバトルがまだ1回しか当てれてないっていう。おお、熱い。これでいきましたね。やっとボーナス2回目ですね。レギュラー昇格です。すごいな。シングルライン、これが2回目のボーナス、ビッグボーナスですね。やっぱできれば初回で何かしらのミッションはクリアしたいところですね。これ入りましたね。入る入らんは別か。矛盾で上乗せ確定っていうだけですか。まあ10ゲームだけ上乗せと。
これで表示は1846。お、光り出しましたね。ということは伝説か。ちなみに多分 AT 中伝説中で転落する前やったら終わらんはずっすね。ゼロで止まると思いますね。確か。あーでも弱いっすね。うわーあかんか。終了と。さすがに終わったっぽいですね。伝説が、伝説モードが。ちょっと改めてこの新しいミッションをこう見てほしいんですけど、まあ、これよく見ると4箇所募集中っていうパネルがあるんですよね。まだミッションが埋まってないところで、これは、まあ、さっきスタッフさんから説明もらったんですけど、視聴者の方から、まあ、ミッションを募集すると。で YouTube のコメントだったりとか、まあ、Twitter で僕の Twitter の方に直接コメントしていただいたりとかで、何か、いいアイデアがあればぜひ皆さんお気軽に。いや思わずやばいって言いましたけど、まあ天井にはまだまだあと1000回転ですからね。まだまだなんですけど。駆け抜けて終了と。いやーやっぱ一人は孤独やな。よかったよ。もうこれだって今俺もう独り言みたいになっとるし、まあ、きっとハムも見てくれるやろうし、いやいないんでね、こっちカメラマンさんちょっとふざけすぎですよ。いないんで、僕しかいないんでね。多分ハムも見てくれるんで、あんま情けないとこ見せるわけにはいかないんで、まあとにかくあの秘宝殿、まあ、白黒つけやなあかんですね。まあ今のままやとまあ中途半端なんで、もうちょっと打って一発ぐらいはどでかい壺に入れたいところですね。まあまだ折り返したぐらいなんで、閉店時間までまだ6時間ぐらいあるんで、まだあと半分あります。なんで頑張ります。チャンス目、チャンス目でやめろ。よし、あわよくはボーナス。もらった。よし、懐かしい。あれは台湾チェリーでしたかね。ボーナスですね。まあちょっと一応見ましょうか。ということで降格中のチャンス目でボーナス。よし、よし、マジ気合だけですね。ここまでの展開は設定とか関係ないですね、ほぼ。まあでも日頃ラッシュ入る前にビッグ2発で440枚、50ゲームスタートですね。
あれこれ波矛盾ですかね。これ黄色やな。リプレイですもんね。おし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 、取らせや取らせや、ナビ矛盾。今ならいける気しますよ。これで早く、おし、やられた、やられた。もう一声が、やられた。終了と。うわー、まあボーナスバトルが肝やったっすね、やっぱ。そう、なかなかこう飛び抜けれないっすね。チャンスはめっちゃ与えられとるんですけどね。もう一声が出るか、あかんか。うわー、またや、キンキンや。いや、当たってくれ。あかんか、残念。今、まあ、8時前、時刻は8時前です、すでに。で、朝から秘宝伝、まあ、一撃系のミッションと大きいサマイ系のミッション狙って撃ってるんですが、チャンスはいくつかあったんですけど、正直事故らない。で、まあ、残り時間的に、まあ、取り切れなくなると考えると、まあ、かなり正直厳しいかなと。まあ、ただ正直ちょっとやばいですよね。初回なんで僕は正直いい見せ場が欲しかったんですけど、全然見せれないと。ただやっぱシャカリキ1の時からそうやったんですけど、やっぱり最後まで必死に、まあ、ミッション達成を追い求めるっていうのがシャカリキなんで、実戦の練習はあるじゃないですか。だからあれをなんとかクリアしたいんですよ。で、今サマイが100枚ぐらいプラス、だいぶ飲まれちゃって、でも100枚プラスなんですね。なんでその残った100枚で100ゲーム以内のボーナス5連をノーマルタイプで狙おうかなと。もうそれしかないかなと思います。100枚に全てをかけます。もうこれノーマルタイプで台選びがもうほんま重要になってくるんですけど、あれこれどういう扱いなんやろ。今86ゲームでやめてある。これハイエナできるんですかね、100ゲーム以内のボーナス。あ、そういう感じか。いれやん。あー、合算131か。20-20か。これで100ゲーム以内のボーナス5連ミッション、やっぱ何かしらミッション初回に達成したいんで、ちょっと目指します。完全子役ダッシュ忘れとった。完全子役ダッシュしやなあかん、こんな完全忘れとった。当たれ、
あれ、完全500ダッシュ、完全500ダッシュ、もう多かった、もう多かった、10枚やっぱ大事ですよ、勝負どころでは完全500ダッシュしやんと出るんでね、ピエロマジで。いやマジ当たってくれ、見せ場が欲しい、俺は見せ場が欲しいんですよ。めっちゃブドウ出る、とりあえず一発当たれ、当たっとんもん、今162回転やろ、200回転に当たっとるすからね、こんなんオカルトっすよ、もうもはや。ピエロ引けるんやったら当てれるやろ、あれ当たった、当たった当たったよ、当たったよ、ほらそらせや、これブドウすもんね、ブドウ、いや当たりや、こんなもん当たりです、当たり当たり、168回転よかったよかったよかった、当たりましたよ。まあ今やからちょっと僕ぶっちゃけると、まあ完全500ダッシュしてたんですけど、ベラジオさん拡大係数やから枚数これ完璧に分かるんですよ、持ちメダルの枚数が完璧に分かるんですよ。で僕今日投資350枚なんで、あと10枚使ったら俺実はもうやめるつもりだったんですよ、これこれ持って、じゃあ今日一生になるじゃないですか、でミッションにまだ近づくんで、でも当たりました、残り10枚でよかった、よし、いいよ、レギュラーじゃでも100ゲーム回せやんのっちゃうの、これこれ100ゲーム以内の5連ってことはこっからまだあれですかね、5回引かなあかんのですかね、それとも4回でええんかな、どっちやろうな、5回、こっから5回ですか、こっから5回らしいです、100ゲーム以内の5連ちゃんっていうのは、ってことは今やっと土俵を作った感じですね、さっきのあたりで、なるほど、あと4枚、まあ、87回転回せましたね、あかんだか、仕方ない、仕方ないです、これはもうやめます、ここでやめます、やめます。さあということで、シャカリキエピソード2、第1戦目ベラジオ横包みさんで実戦の方をやらせていただきました、1日ただいまの時間をもちまして、終了とさせていただきました。でまあ正直、まあ、かなりしょっぱい結果ではあるんですが、まあ終わり方も正直せこいなっていう意見もあると思うんですが、まあミッションの中に、実戦の連勝ミッションというのが一応ありますので、まあそこを逆にこだわりたいなということで、まあ本日1枚プラスということで終わらせていただきました。まあ予想通り、自分も予想通りかなり戸惑う部分は多かったんですが、まあここから皆さんの意見もしっかり取り入れて、実戦の方頑張って面白いものにしていきたいと思いますので、どうかですね長い目でこれからも応援いただければなと思います。シャカリキ2は配信日 YouTube で、チェックいただけると思うんですが、この配信日の、夜21時から、僕のツイッターのアカウントのツイキャスの方で、反省会をしたいと思います。生配信ですね、おそらく僕の自宅からか、もしくは別の場所から配信になると思うんですが、
皆様の視聴者様のご意見をたくさん取り入れてより良い番組にしていきたいということで、ツイキャス配信をしようと思っておりますので、告知の方は僕のツイッターの方で行いますので、もしご興味ある方は、ツイッターの方をチェックしていただきたいなと。そしてツイキャスの方を、覗きに来ていただいて、おもんなくなったやないかと、言っていただければ、謝らせていただくので、ぜひ皆様、お気軽に遊びに来てほしいなと思います。シャカリキエピソード2第1戦ご視聴いただきありがとうございました。今、収録を終えて家に帰っているところです。今回初めて、一人で収録というのをさせていただいて、改めてやっぱりハムがいなくなって自分一人でやることで、ちょっと僕の力のなさというのを正直、痛感しました。しっかり、ミッションの方、もう一度よく見て次回、何を狙うかしっかり考えて面白い実践できるように頑張ろうと思いますので、ゼロからのまたスタートになるんですが、どうかですね、長い目で応援いただければなと思います。ありがとうございました。